今回はさくら、この映画をご紹介していきたいと思います。早速ですが、皆さんには兄弟とかいますか？僕は姉が2人いて、特に次女の方はですね、憧れを持って東京に出てきて頑張って、今結構ですね、会社の中でも仕事ができる女性としてですね、子育てもしながら働いているという、僕たちの家族の中でも中心のような存在です。そんな姉の背中を追って僕も東京まで来たというような形ですね。今回はそんな家族のヒーローとも言える人物が亡くなってしまった後の家族の傷を描いた作品、さくらをご紹介していきます。で、この作品というのがですね、予告からですと傷を抱えた家族の温かい再生物語みたいにも見えると思うんですけれども、そういった部分も取材にはあるんですが、予告からではですね、伝わりきれないえびつな部分とかもあったりしていて、そういったところもですね、ご紹介していきたいと思います。なので今回は3段階でお話ししていこうかなと思います。まず最初は概要とあらすじを説明して、でその次に登場人物のキャラクターの背景なんかもね、紹介していきたいと思います。なのでこの映画を見ようと思っていて、でも前情報というのは極力抑えたいという人は、そのあらすじとかの部分だけにしておいてください。でちょっと興味があって、どんな話なのか気になる人はね、キャラクターの背景のところまで見てください。3段階目、最後の方に警告を出した後にネタバレありで結末などについてお話ししていきたいと思いますので、まだ見てない方はお気をつけください。いつもですね、生意気ながら僕が個人的な指標として点数をつけてるんですけれども、この作品は78点かなと思いました。楽しめなかったわけではないんですけれども、時折ですね、結構こうぶっ飛んでる部分とかもあったりしていて、その辺はですね、こう見てる側がこう思いを寄せる必要性があるんじゃないかなと思います。ただこの登場人物たちの中にあるちょっと複雑な部分とかにも乗れる人とかはですね、結構感動する映画になってるかもしれません。それでは今作の概要をまず簡単にご説明していきたいと思います。原作はですね、西加奈子さんという、有名な小説家の方の作品です。監督は矢崎仁さんという方ですね。代表作で言うと、ストロベリーショートケーキとか有名だと思うんですけれども、最近だと無伴奏、学園紛争にのめり込んでいた女性の恋模様を描いていた作品だったりとか、スティルライフオブメモリーズ、この作品は女性の性器の写真を撮るカメラマンの物語だったりと、こう複雑な感情だったりとか、恋と性がね、織り交ざった作品を撮られている監督です。それではこれから今作のあらすじを簡単にご紹介していきたいと思います。父と母、男2人、女1人の5人家族で、長谷川家は温かな家庭を築いていました。長男のはじめはしっかりしており、野球もうまくて家族の中でも中心的な人物でした。そんな彼を中心に長谷川家は生活していましたが、ある日ヒーローであった兄に不幸な出来事が起きてしまい、兄は命を落としてしまいます。そのことをきっかけに家族は少しずつバラバラになり、つながりが壊れかけていました。父は家を出て音信不通になり、主人公の次男カオルは家を離れて東京の大学へと進学します。そんなある日、父から家に帰るという手紙が届きます。一匹のさくらという犬と5人の家族を通して描かれる家族の綺麗事じゃない物語です。それが今作のざっくりとしたあらすじです。でここからですね、この登場人物の背景をちょっとご説明していきたいと思いますので、情報を極力抑えたい人はね、この動画はここまでにしておいてください。この作品というのは、先ほど言ったみたいにありふれた家族の綺麗事じゃない愛情の部分が中に含まれていました。この家族自体というのはですね、すごく理想的な家庭で、みんなで食卓を囲んで仲睦まじい家族なんですけれども、例えばお兄ちゃんの中心的人物であるはじめは、野球が上手くてかっこよくて、学校の中でもですね、すごく噂されるような理想的な人物 で性格も良くてですね、みんなの中心的な人物、そんな彼が付き合うのは学園のマドンナとかではなくて、ちょっとヤンキーっぽい女の子と付き合ったりしていくんですね。でこの物語を見つめる視点、飾り部となるこの次男のカオルは、兄とは対照的にスポーツとかでは優れているわけでもなくて、学校でもモテモテとかではないんですけれども、非常にこう勉強して真面目な高校生でも、付き合う恋人っていうのは同じ高校の女性なんですけれども、ある日たまたま会話するようになったその子に誘われて、もうすぐさま肉体関係に溺れていって、正直その子のことは好きかどうかわからないんだけれども、体の関係だけで続いていってしまう。この妹のミキなんですけれども、彼女はこう非常に天真爛漫、この妹の方が犬のようにですね、すごくこう犬のようなチャーミングなキャラクターになっています。でこの役を演じる小松菜奈さんというのがですね、やっぱりこの物語でも一番こう引きつけられるキャラクターになっていると思います。着ている服装がすごくこう露出が多いと言いますか、胸元が少し緩めの T シャツを着ていたりとか、基本的に彼女はですね、ショートパンツを履いているんですね。大晦日でも上にちゃんちゃんこを着て、下にショートパンツっていうね、寒いのか身軽でいたいのかどっちなのかよく分かんないようなね、格好をしてるんですけれども、男性陣からすると、ちょっと下世話な話なんですけども、この小松菜奈さんの正直こう太ももとか、この胸元とか、あとは彼女のそういう引きつけてくるフェロモンというか空気感みたいなものを、この映画ですね、すごく感じる作品になっていると思います。これを見るだけでも価値がある作品だなと思います。そんなふざけた感じの彼女ですが、実はある人物のことが好きで、その人物というのは彼女にとって絶対に手が届かない人物なんですね。それをずっとずっと内に秘めたまま成長していく彼女っていうのは、
明るそうに見えるんですけども、すごくですね、時折歪んだ行動をしていきます。この辺はですね、かなり見てる人としては、この人何なの?みたいな風に思ってしまうようなところも出てくるキャラクターになっています。このありふれた家族の中にある、綺麗事じゃない愛情とか、複雑な感情みたいなものがこの映画の中には含まれています。なのでこの家族の行動とかをありかなしか自分の中で判断してしまうとですね、感情移入しにくい映画になっているんじゃないかなと思います。映画の物語の都合上でキャラクターが動いてしまっているように感じるかもしれません。ですが、まあ、そういった複雑な部分とかも多分共感できる人とかもいると思うんですよね。少し変わった愛情の形っていうのはですね、ないことではないと思うので、そういった人物たちがどうやってこう乗り越えていくかっていうところがミソになってくると思います。兄という中心的な存在を失ったことにより、その後もですね、一見すると普通に暮らしているんですけれども、どこに向かっていいのかわからないような、そんな神様からの悪送球に対してこの家族はどうやって乗り越えていくのか、ただただ感動を抽出するような映画にはなってないと思いますので、ちょっとエッジが効いた作品が好きな方はですね、この作品鑑賞してみてください。それではこれからネタバレありで結末に触れていきたいと思います。はい、ここからネタバレありのお時間です。ご覧になった方々いかがだったでしょうか。お兄ちゃんの方は早めにいなくなってしまうのかなと思ったんですけれども、終盤手前ぐらいまでお兄ちゃんは生きていて、ただ事故によってこれ以上生きていくのが辛いと命を落としてしまう。そこから家族は少しずつチリチリになっていく。行方不明だった父が帰ってくることによって、一度集まった家族は愛犬であるさくらが死にかけていることをきっかけに何とかしようとしていく。道を見失っていた父は昔のね、配送の司令役だった時のように病院をありとあらゆる道を頭の中で構築しながら駆け巡っていく。ミキはずっと言えなかった兄への思いを、こう明確ではないもののその気持ちとかを吐露していく。カオルはそんな家族の姿を見つめていき、自分の中で兄の背中を追い越していく。傷は完全に癒えたわけではないと思いますが、少し前進した家族のラストだったと思います。神様の悪送球も神様はそれを受け止める側、起きた出来事をこう乗り越えるのも自分の考え方次第、誇張するわけでもなく過剰に盛り上げるわけではなく、心の傷をねすっと乗り越える結末だったと思います。この作品の中では餃子が使われていたと思うんですけれども、映画見てですね、すごく餃子食べたくなったんですけれども、あの餃子は中身を皮で包まれた、どれもこれも同じように見えてそれぞれの中身は違うというような、そういったことのモチーフとしてね使われていたんじゃないかなと思います。犬のさくらもこう人間の表面ではなくて心に寄り添う動物としてこの作品の中で描かれていたような気がします。当たり前の中にある複雑なものをね、この映画は浮き上がらせるような作品だったんじゃないかなと思います。やはり小松菜奈さんのキャラクター、ミキのキャラクターがですね、すごくぶっ飛んでるなっていうのは思いました。この辺はですね、賛否が分かれるところもあるんじゃないかなと思います。お兄ちゃんとその恋人のラブレターを隠してたっていうのはとてつもなく悪行のように見えますし、兄が亡くなってからのおしっこ垂れ流すシーンとかもですね、結構衝撃的だったと思うんですけれども、ただ彼女の中にあるものにちょっと寄り添って考えてみると、こうお兄ちゃんのことをずっとちっちゃい頃から多分好きだったと思うんですよね。おそらくも一人の人間として愛すようになっていたんだけれども、まあどうしてもそれは叶わない、一番近くにいるのに全く手が届かない、しかもそれを言うことすらも叶わないというですね、とずっと心の内に秘めた彼女のその積もり積もった歪みっていうのが出てきていたと思います。さっき言った手紙を隠す事件だったりとか、お兄ちゃんが事故に遭って、お兄ちゃんがこう絶望しているような状況になっても、多分彼女としてはとこれで一緒にいられるっていうような気持ちになったのか、非常にそこからこう無邪気に、より犬のようにね、明るくなっていったり、そしておもらしをしてしまうシーンも、ずっと兄への思いを表面に出せなかった彼女のこう表面に出す涙の代わりに、抑えきれない感情みたいなものが、まあそういう排泄行為に行ったんじゃないかなみたいな風に個人的には捉えました。彼女の辛さとか明るい表面には出てこない孤独とか葛藤みたいなものがすごくあったんじゃないかなと思います。難しい題材だなというか、映画化するにしてもですね、なかなかシビアな物語だなと思っていて、まあよく映画にしようと思ったなと思います。しかも実力派のキャスティングがついているので、まあすごくこう勇気のある作品だなと思いました。ちょっと原作小説がやっぱり気になりますね。僕の中でもまだ迷う部分があるので、もし原作小説知ってる人とかいれば、いろいろ補足とか教えてもらうと、原作だとこうでしたよとか言ってもらえると助かります。はい、そういった方、桜のレビュー動画でございました。こういった形でいろんな映画作品のことをですね、ジャンルにとらわれずご紹介しておりますので、よければチャンネル登録、あとは高評価お待ちしております。それではまた次の映画でお会いいたしましょう。さよなら、バイバイ。いや、小松菜奈さんのやっぱりその佇まいというか、こう身にまとってるオーラというか、なんか色気とかでは形容できない天性のものみたいなものを感じますよね。